平成23年の紀伊半島大水害や東日本大震災はまだ私たちの記憶に新しいところですが気象庁は今年の8月30日からこのような甚大な災害が予想されるとき新たに特別警報を発表することになりましたそして9月16日台風18号による大雨に関して京都府滋賀県福井県に 初めて特別警報を発表しました今回はこの特別警報について津地方気象台の草野藤尾大長にお聞きしますまずなぜ特別警報が設けられたのでしょうかはい。平成23年の紀伊半島大水害や東日本大震災で気象庁は重大な災害への警戒を呼びかけたものの的確な避難告や指示の発令 及び住民の迅速な避難行動には必ずしも結びつきませんでしたこれらを教訓としまして災害の危険性を正しく伝達するために特別警報を新たに設けることとしました特別警報はどういう場合に発表されるのでしょうかはい、これまで気象庁は重大な災害が発生する恐れがある場合に警報を発表してきましたが特別警報はこれより一段上に格付けしたもので 重大大大な災害がが発発生すするる恐れが著ししく大きい場合に発表し最大限のの警戒を呼びかけるものです例えば過去の災害だとどのようなものが特別警報に当たるのでしょうか一昨年の紀伊半島大水害伊勢湾台風今年9月の台風18号による京都などでの大雨が該当します地震津波では東日本大震災が該当します 今後発生が懸念されている南海トラフの巨大地震も回答します紀伊半島大水害伊勢湾台風南海トラフの巨大地震と聞くと三重県の人にとって特別警報が大変身近な問題だということがわかりますでは具体的に特別警報にはどんな種類があるのでしょうはい気象関係では大雨大雪暴風暴風雪波浪高潮の6種類で 大雨特別警報、高潮特別警報といった表現で発表します地震は緊急地震速報のうち震度6弱以上の揺れを予想したもの津波は大津波警報を特別警報として位置づけますそれでは特別警報が発表されたときに私たちはどうしたらよいのでしょうか直ちに命を守る行動をとることが重要です周囲の状況やお住まいの島町から発表される 避難勧告の情報などに注意しながら速やかに避難所など安全な場所へ避難してくださいもしすでに周りが水浸しになっている場合などで外に出ることが危険な状態になっている場合には家の中の2階などより安全な場所に留まってください特別警報が発表されていなければ安全なのかとの質問をいただきますがそうではありません警報が発表された場合でも災害は発生します早め早めの避難行動をお願いします